しましょう。たまには散歩をするというのも。玄武を抜き取り、万物を庇護する夜を最初に紡ぎ出し、神川、工場殿下の力をあがめ、彼女の呼びかけに従った。後に。いるようです。悪くありませんね。わざわざ制服を継ぎ、工場殿下をそうなることを果てた。また、彼ら演劇、工場殿下を任務し込み、与野城の輪郭を継ぎ上げた。誰か助けてください。助けを呼ぶ声、一体誰だろう。英雄たちよ、扉を開け。我が民に自由を与え、古き法則にとらわれぬようにか。大将機関、各領主たち、忠実な与那月氏は王に上り、皇女殿下に忠誠を誓う。鮮やかな紫色のドレスに口づけすることを、この上ない栄誉であると思った。
交流水泳。これが必要だったんですか。期待を悟り、救世主に祈りを捧げる。そうですね。ついに彼女は制裁の形を持ってして竜の横を貫く。竜の神妙な嵐の中、彼女は心を詰めた。揺らぐことなし。誰かいますか。助けてください。うん、おー、今大事なところだね。こいつは何でいたんだ。今これ、どこか聞いたのかな。待って、まだまだ気を隠してまいるのか。
ソーリー水泳。を告げた。我が民に自由を与え、古き法則にとらわれぬようにと。この知恵と博愛に満ちたお言葉、まさにお嬢様が書かれたもの。この王国はそれとは全く違って見える。背後にどのような影が隠されているのか気になるわね。神化が彼女を拝む。すると彼女は私のために祭典を催し、荒野で劇を演じる。私にひれ伏し、栄の栄光の機会に純潔の剣を捧げなさいと告げた。
拾って城と町を作り、山や海を開いた。コンビニに入る我々は小さくも小さくもなくである。助けてください。何となく現れる気がしてたし。そう言わないでください。の除去区そうだ、閉じろ。まあ大変なところに飛ばされたらいいけど。踊りなさい。雪を舞え。仕掛けは